岡市博多区のララポート福岡で今日開催されたトップアスリートによるランニングアカデミー。マラソンの魅力や楽しさを知ってもらおうと開かれたこのイベントには小学生およそ100人が参加し、赤崎選手と真剣勝負をするリレーも行われました。走り方とかを詳しく教えてもらったから分かりやすかったし楽しかった。自分もこういうことを教えたり、まあ、一緒にこうできる立場になれてよかったな。すごく子どもたちからパワーももらいましたし、自分にとっても楽しく走ることができたのかなと思っています。子どもたちにとっては夢のような時間となりました。